サラ・ヴォーンはアメリカ合衆国の黒人女性ジャズボーカリスト。ソプラノからコントラルトまで幅広いレンジに美しいビブラートのかかったオペラ歌手にも匹敵する幅広い声域と豊かな声量を兼ね備え、大胆なフェイクやスキャットを取り入れた歌唱力をも持ち味とした。ジャズボーカル史上、ビリー・ホリデー、エラ・フィッツジェラルドと並ぶ女性ジャズボーカリスト5、3夜の一人と言われている。本名サラ・ロイス・ヴォーン。アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク出身。1942年、アポロシアターのアマチュアナイトで優勝したのをきっかけに、プロの歌手となる。1947年に、It's Magic が初めてのヒット曲となり、大型新人として注目を集めた。歌手でトランペッターのビリー・エクスタインに影響を受け、当時最先端のモダンジャズであったビバップのスタイルを歌唱に生かしたモダンジャズシンガーの先駆者である。1954から1959年には、ポピュラー傾向のあるものをマーキュリーレコードに、ジャズ方面ではそのサブレーベルMRCレコードに、膨大な数の録音を残し全盛期を迎える。この頃の代表作は、クリフォード・ブラウンと共演した、サラ・ヴォーン・ウィズ・クリフォード・ブラウン、カウント・ベーシー・オーケストラと共演した、ノー・カウント・サラなど、ジャズにとどまらない幅広い音楽性を持ち、ポップスにも挑戦して1950年代には、Whatever Laura Wantsや、Broken、Heated Melodyなどいくつかのヒット曲があるが、商業的に大きな成功を得るには至らず、通俗性ゆえに批評家からは冷淡な扱いを受けた。1960から1963年にルーレットレコードに移籍するが、1963から1967年には再びマーキュリーと契約した。この時期にはビートルズのカバーや日本では特に知られるラバーズコンチェルトをリリースした。1967年から1971年には、レコード契約がない不遇な時代を迎えたが、この時期のライブ録音が死後に CD 発売されており、ボーカリストとしての能力は決して衰えを見せなかった。1971年から1975年には、メインストリームレコードと契約。依然として、カーペンターズやマーヴィン・ゲイのカバーなどポップな録音を残しているが、1973年9月に中野サンプラザで録音したライブインジャパンは名盤の一つに数えられる。1977年にジャズ界の著名なプロデューサーであるノーマン・グランツの誘いで彼の運営するパブロレコードに在籍、円熟した歌唱をアルバムに残す。同年にブラジルを訪れアントニオ・カルロス・ジョビンやミルトン・ナシメントらトップミュージシャンと共演したI Love ブラジル。1981年のカウント・ベーシー・オーケストラとの共演版Send in the Clowns、パブロでの最後のアルバムで初めてセルフプロデュースを行った1982年の枯れ葉などの名盤を残し、晩年までジャズの女王の名を欲しいままにした。一方1981年にはポップなアレンジで全曲ビートルズのカバーで構成したSongs of the Beatlesもリリースしている。またマイケル・ティルソン・トーマスの誘いでジョージ・ガーシュウィンの作品を集めたコンサートを行い、1981年にエミー賞を受賞、トーマスとロサンゼルスフィルハーモニックとの共演で、1982年に発売されたライブ版ガーシュウィンライブは、第25回グラミー賞で最優秀女性ジャズボーカルパフォーマンス賞を獲得し、自身初のグラミー受賞を果たした。1980年代中盤以降も精力的なライブ活動を行ったが、継続的なレコード契約がなく、1987年のアルバムブラジリアン・ロマンスが最後の作品となった。1989年には、クインシー・ジョーンズのアルバム、バック・オン・ザ・ブロックに参加している。1990年4月3日、カリフォルニア州の自宅で肺がんのため66歳で死去。ありがとうございます。